ジョイーーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤上一です今日は直島に来てます。昨日からずっと高松のいろんなデジタルメンバーたちと打ち合わせしてたんですけども、これは平井先生の地元で、まあ、いろんな人に紹介してもらって、今日は平井さんと平井さんと一緒にデジタル化の話をここ直島のベネッセホテルでやりたいと思います。 まあ今回いろいろ現場でいろんな話もさせていただいたんですけども今あの自民党の中のこのワーキンググループここから NFT ホワイトペーパーが出て岸田さんがあの聞いてそしてまあ国家構想の一部になったのは素晴らしいと思うんですけども多分これからでも結構細かい話がたくさん出てくると思うんですけどもこれどうやってこう政治家と政府と官僚がコーディネートしていろいろ言ってることを 実現するなんかどういうチームとこの例えばワーキンググループが NFT のその、うん、まああれ問題と解決策を一応提案したホワイトペーパーになってるんだけど各役所この間チェックしたら真面目に全部検討してたよね。ね、うん。そうです、ね、だからう、ね、無視したものがなかったっていうであれを一個ずつ詰めていくんだけど詰めた時にその、まあ、各省にまたがっちゃうんで。 一つ一つず丁寧ににやるしかないないいっっていう,ふうに思例えば、ー、これはあの今 NFT の PT タイラーズ座長でやってるんですけどこれはもうすぐさま国会が始まったら、えー、Web3 のチームに変えてもっとテーマを広げとかないと NFT だけじゃダメだなっていうことに、えー、なってて。 まあこれをこれから進めていきます。でこれから秋の税制改正とか法律が全部必要かというとそうでもなくてソフトローとかガイドラインでもガラッと変えられることができるしであのもう一回その例えば日本であのコインを発行する時にどういう問題があってそれやってる人からもう一回問題を聞いて具体的に詰めて一個ずつ 結論を出していこうとそんなふうに私は思っていますまさに平井デジタル社会推進本部長本部長がですね自民党にあるんですけど、まあ、NFT が始まったのはやっぱりウェブ3全体見ますっていう話にしていくとそれで、まあ、あの NFT ホワイトペーパー本当にあの評価高くておかげさまでですねでも書ける役所がなかったもんですからい,いわゆるあの弁護士の皆さんの知恵も借りながら、まあ、議員が議論して ホワイトペーパー作ったんですけど、これもう異例中の異例なんですよ、自民党の中で。で今まではあの、我々与党が作る以上は、各役所とその文言の手に大幅で詰めて出すんだけど、今回我々が作ったもんだから、そういった意味では、役所のコミットするところが弱いんですよね、現実的には。でもそれを、 その参議院選挙の公約にも入れたし政府の骨太方針にも入れたしデジタル庁の重点計画にも入れたのでもうこれは国家戦略なんだとウェブ3がというふうになったので役所もやっぱりやらざるを得ないし、まあ、役所もだいぶ前向きになってきたとただこれからやんなければいけないのは一つは今回出したホワイトペーパーをさらにバージョンアップしてもっと例えば DAO みたいなものはもっと深掘りしなきゃいけないよねと。 あとは今平井さん言ったようにそれは法改正なのかガイドラインなのかもしくは解釈でいけるのかそれでガチでやろうともっと立法なんだけどその立法も任せる役所によっては平気で3年から5年費やす役所ってあるのでそういうとこにたまに預けちゃったらこれ終わっちゃうのでだからその時間軸と世界的な動きを見ながらその全体の戦略を P. T. とか本部で考えていかなきゃいけないと思。どうの問題なんか法務省に任せたら。あ、教わりますか,かりますよ。本当。<laughs> 間違いなくかかります。五年前ぐらいかかると思いますなんか僕は、なんか以前は、なんか監督官庁が。なんか官僚の人たちが法律の案を作って、政治家と一緒に法律を通していくっていうので、あんまり議員立法から。普通はできないよね。で、これは、なんか議員立法の巨大バージョンのような感じで。 たくさんのまあすごい大きい話なのであのなんかやる気になってきたっていう感じがするけれども普通だったら官僚がリードしなきゃいけないものを今度は政治がリードしてて今までこういうケースってあるんですかいやデジタル社会推進本部その前身の IT 戦略特命委員会っていうのはもう議員立法の歴史なんですよ。で各省庁がその法律化できないものを一手に引き受けててサイバーセキュリティ基本法とか 官民データ推進基本法なんかもう我々で作った法律で役所からはもう全然それ最初からギブアップする分野で、まあ、もう一つ温めてるのもあ、まあ、この間一緒に会合で出たシェアリングエコノミーもシェアリングエコノミーってもうローカルではやっぱり、ね、例えば自分の家を貸すとか駐車場を貸すとかなんか体験を売るとかものすごくこうシーズがあるんだけどそれも 長またがっちゃうんで基本法みたいなのも作るとしたらうちしかないのね。で、スタートアップ支援するっていう話も、まああの、じゃあスタートアップって何かっていうのが皆さんそれぞれ自分の思い込みで話してるんで、その定義が曖昧なので、要するに今までの中小企業支援策と何が違うのかっていうようなところが整理しないと有効なお金の使い方ができないっていうようなことは、 全部我々で引き受けようという意味で特殊なあの舞台だよね我々はなんであのウェブ3関係も法律作るとしたらやっぱこっちでやるしかないなっていうふうに思ってますこれはやっぱり安倍政権第二次安倍政権が始まってからやっぱり大きな流れっていうのは実はローメーカーの側が作っていることが多いんですよねだから今回ウェブ3もそうだし。 科学技術イノベーションのところで言えば10兆円ファンドっていう大学ファンドもあれもまああの政治家から出してきただからそういう大きな方向転換とか今までの役所の理屈の延長上でできないものっていうのはほぼほぼ政治家がやってきてで,で特に今回のウェブ3っていうのはまあ新しいトークンエコノミーのいわゆる経済圏が出現した現れたわけですよね突然のごとく。 それで去年の11月にはあの米国の大統領令の中に書いてあるのは中央政府とか中央銀行が発行していないデジタルアセットは3兆 US ドルだとその後、まあそのロシアのウクライナ侵略戦争とかいろいろあってあのアメリカのインフレがあって今金融引き締めしてて浮いてる金が、まあ、みんな引き上げてるから、まあ、なんかバブル崩壊みたいになっちゃってるんだけどそれでも1兆 US ドル。 で一、まあ、回ここでまあしぼんだって、まあ、これブロックチェーンの世界とかその東京エコノミーっていうのはこれからまあそれは上がったり下がったりあるけど中長期のトレンドで見れば大きくなっていくわけですよ。でその全く新しいその経済圏が出現したときにこれ対応しろっつって,言っても各役所でできないですよねだからその東京エコノミーの,この経済圏っていうのはどういうものだって分かった上で各省割り振って支持をするのは多分国会議員しかできないんですよね。うん でもアメリカ、僕、アメリカに行ったときには、マッカーサー・ファンデーションとか、あの財団が、シンクタンクにお金出して、で、そのシンクタンクが、もう9割ぐらいの法律の文を書いて、でそれを政治家に持っていって、政治家に通すっていうのもパターンだけど、よく日本の政治家はやっぱり、スタッフのバジェットがないとか言ってて、で、官僚はやっぱりたくさん勉強する人たちがいるから、官僚が法律書くっていうんですけども、 これからどんどん細かい話になっていくとどこが書くの基本的なところは我々作るし実は民間の人にもねプロボノなんかで協力してもらったりしててで方向さえ決まれば日本の役所はシンクタンクとして機能するんですよ。でここすぐキャッチアップするしね。ね方向さえ決まっちゃえばで。自分で方向を決めるっていうのはねやっぱりその日本っていうのは。 過去の法律の延長線上でしか今の官僚は仕事をしちゃいけない雰囲気があってそ,のそれを超えるものをやろうとする官僚が現れるとで完全にこの三角形でその当選年次とかやっぱ上が人事権で押さえつけたりするんでその跳ね返って何かやるっていう人は大外出世してないよねしてないの。 でまあ、そう考えるとその今は我々が先頭を走って役所は必ず協力しててくれると思ってますこれあの。政治家もやっぱりバージョンアップしているというかそのコロナで DX が進んでいく中で仕事の仕方も変わってきていて。 ですから例えばそのウェブ3やりますっていうと例えば Facebook 上のメッセンジャーで有名な人有識者もういろんな専門家がパッと集まってタイムラインでずっと議論して12週間でものすごくそこでコンセンサスが得られてそれをそのローメーカーっていうかその立法の場にフィードバックされるみたいな。 今まではリアルな社会で審議会をぐるぐる回して1年ぐらいかけて出てきたものがわずか12週間で出てくるとでまたそこに今回の NFT のホワイトペーパーはまさに最前線でやってる弁護士ロイヤーもそこで入ってきて一緒に議論するとだから多分これからかなり日本の,その政策決定とか意思決定の プロセス自体も変わってくるし時間軸もぎゅっと圧縮してくるしそこに参加する人たちの多様性とか役割分担も変わってきて今までは政府から出てくるでその前には例えばいろんな業界団体がいて族議員がいてみたいなであとは政治家には陳情これやってくださいってやつだったんだけどいろんな社会の変化に対してこうやるべきだっていうのが大体なんかおなお同じ。 あの、なんていうか、レイヤーでいろんな多様性のある人たちが議論して、それが国の政策にインプットされていくと。成長戦略とか骨太方針にインプットされていくっていうのが、まあ多分ここ5、6年ものすごく、あの、実際はそう変わってきてるんですよ。でそれがこのウィズコロナの DX でものすごい加速化して、多分スピード感が10倍ぐらいになっちゃって、で、そういう人脈と、そういうツールを使いこなせるローメーカーと、 そういうところから断絶したローメーカーで実はものすごいこのポテンシャルとか能力の差が出てきてこれがあの多分ここ数年で顕在化してくるとそれはだからジョイさんとね朝7時からの、まあ、情報教員のミーティング朝7時やってるんですよその時にもそのまあ1週間とか2週間しか時間が空いてないのにその間にいろんなことが起きるじゃないですか今は で政治側もそうだしジョイさんの周りもそうだしみんなが起きてることを情報共有しとかないともうキャッチアップできないっていうある意味その心拍数をある程度上げて走りながら進めるしかないっていう。で多分デジタルの人たちだからこういう新しいツール好きだけどでも今度 Web3 とかデジタルのためにやってるこの新しいコミュニケーションプロセスって他の 法律とかにもどんどん適用していくと、さっきの死に議会とかなんかこのプロセスのスピードって全然変わるよね。変わると思います。変わると思います。すかだからそのデジタルって要はこうリアルタイムで更新されていくわけですよね。でも今までの政府の政策の意思決定っていうのは、まあある事象が起きて それを研究する大学の先生がいて、大学の先生から役所がインプットされて、で役所の官僚から大臣に行くみたいな、もうこれ、どんだけかかってんのこれ、みたいな。で、Web3 って、まず学者がいないじゃないですか。そう。だからそこも、あの、今、僕、大学も、千葉高台も助けてたけど、産学、 の額が今いいななあれもスピードアップしとだよね、うん、だからそうするとね伝統的な自民党の政策意思決定だとじゃあとりあえず Web3 ってなんか平井さんとか平良とか言って「何それ」ってじゃあとりあえず大学の先生に聞いてみようって分かんないわけですよだか,そだからやっぱりやり方自体変えないと。DAO の話だってこれ単なるデジタル技術の話じゃなくてソシオロジーっていうか社会学であり経済学であり。 ねまあ、その会社法の世界もあるしそういういいい学者さんはいないよね。だから僕がちょっと心配してるのは今度あの官僚の中で Web3 やらなきゃいけないからやっぱりねでもそのポジションにふさわしい人って結構有名でな、うんだかんだんてって矢引っ張ってくるといないかもしれないんだよね。あの で、結構ねあんまり知られてない人たちってああいうポストに入れたかんないんだよねいや、だから審議会のメンバーを日本人だけでやっていいのかってのがあるね、うん、もうそこはもうグローバルに考えてやらないとそのウェブ3を日本国内に当てはめるっていう考えでやると思うんだよねそれ間違っててや,やっぱりグローバル、ね、これはね結構昔から僕気になってたのはやっぱり。 こうができたたら日本版作ろうとしたじゃないで、やっぱりフィ e n ジェネレーションコンピューターとかあと Windows でさえ98はちょっと違ったりしてやっぱりドメスティックに移植しちゃうんだけども結構今までそれでガラパゴス化起きてきてるんででその雰囲気がちょっとあるんだよねやっぱりウェブスこれー。これって日本の戦後の成功体験で品質の良いものを安くメイドインジャパンってやつがメイドインジャパンっていうのはまあ バリューににななっってブランドになったんんだだと思うんだけどそれにまだこだわっててメール・イン・ジャパンじゃないと使っちゃダメみたいな話も出てきたりするでもこれおかし,おかしくてやっぱりもうやるとしたらやっぱりこうクリエイテッドかパワード・バイ・ジャパンかそのジャパン・インサイドってそうそうそん,なそ,んなそんな感じもうはっきり言って日本のテクノロジーだけで完結するものって今存在しないし まあ、かといって日本もいい役割も担えると思うので、そのなんか、うまくこうフォーメーションを作って、その指揮権を発動できる立場に日本がなれる分野を早く作りたいと思っていありがとうございます。